どうも、ムラドです。今日は倒立が強くなったり、倒立以外にもバク転やハンドスプリングなどが強くなる重要な倒立バッタン大作戦について解説していくよ。なぜこの倒立バッタンが大事かっていうと、例えばバク転やハンドスプリングをするときに必要な押しだったり下半身の締めだったりっていうのがこれによって養われるからなんだ。方法は至ってシンプル。まずは倒れ込んでもいいエバーマットなどを用意しよう。エバーマットがない場合はおすすめなのはAmazon とかにも売っている高反発マットレスを2枚重ねにしたりとかするといいよ。要は厚さが重要だからその辺をコントロールしねっていうこと。当然厚さやスポンジの質が良くなるとお値段も上がってくるから、その辺はお財布と相談してね。準備をしたらこっちは倒立をする準備。背中を丸めて胸をしっかり含もう。この姿勢がなぜ大事なのかは以前動画で紹介したちょっと待て大作戦で解説しているから、そっちもよかったら見てみてね。そこから倒立をしに行くよ。でこの時にちょっと1秒でも2秒でもいいから止まれると非常にいいんだ。それから体をまっすぐにしたままバタンと倒れ込むんだ。この時に床をしっかり押せていて、かつ下半身が締まっていないと、そう、前回の動画で説明したろうそくができていないとまっすぐ倒れ込むことができないんだ。だからろうそくの技術っていうのはどこにでも出てくるよ。ろうそくのやり方はとっても簡単だから、よかったら前の動画を参考にしてみてね。つまりここまでで大事なポイントはしっかり押し返すこと、それからろうそくなんだ。これができていないとこんな感じで反ってしまったりして、体を一本の棒にして体全体でバッタンってすることができないよ。というわけだったんだけど、どうだったかな。これができたら確実にいろんなアクロバットに役に立つから、ぜひ練習してみてね。こんな感じでいろんな作戦を解説したりとか、いろんな細かいことを解説しているから、よかったらチャンネル登録して待っててね。あ、そうそう、高評価もよろしく。じゃあねー。